なわち早慶への最短合格ならファストアップ逆転塾志望校特化の個別カリキュラムでどこよりも効率的な対策が可能です。詳しくは概要欄から。逆転合格ならファストアップ。ファストアップ逆転塾リポーターの橋野です。今回は早稲田大学の学生さんのリアルな意見を聞くために早稲田大学の満足度についてインタビューしていきます。それでは行きましょう。早稲田大学商学部2年のサークルが、マーケティング研究会の副幹事長をしています。ズバリ90点つけたいと思います。プラスの理由としては自由な交付っていうところが一番にあるのかなと思ってます。というのも勉強だけじゃなくてサークルだけじゃなくて企業とかあとは学生団体だったりとか、なんかそういうこういろんな活動ができるとかいろんな場面で個人が活躍できる環境が整っているのが早稲田のいいところだなと思います。やっぱりマーケティング研究会しかないと思います。そうですね、勉強会っていうのを定期的にやるんですけど、それのプレゼンターが全員サークル員でやっているので、持ち回りで、なのでその勉強会のテーマのことについては誰かにこう説明できるぐらいまで深めることができるっていうところで個人が活躍できる場面も十分にありますね。マイナスの理由は、結構他の大学もそうかなと思うんですけど、早稲田は特にこう学生数が多いってこともあって授業がすごいたくさんあって、まずこう授業をどれ取ればいいかが難しいっていうのが一つと、授業を取っても先生によって結構同じ授業で違う先生がやっているみたいな授業もあるんですけど、先生によって結構成績のつけ方とかあと授業の内容自体が結構変わってきちゃうとか、質の部分とかも、ちょっと質語れる立場じゃないんですけど、質とかの部分もちょっと変わってくるかなっていうところで、そこはちょっとマイナス10点しました。やっぱりこう先輩に聞くってことが一番いいかなとは思ってます。やっぱサークルの先輩とかにこの授業のこの先生どうでしたかって聞く方が、この授業どうでしたかってよりもこの授業のこの先生はどうですかって聞く方が、この先生はこうでこの先生は友達がこう言ってたよみたいな話が聞けるので、そういう風に聞くといいかなと思います。早稲田大学商学部の2年生マーケティング研究会所属です。85です。プラスにした理由は、とにかくいろんな設備だとか食事するところだとか、もう生活するために必要なものが全部揃ってるっていうところがすごくプラスポイントで、特にワークスペースがめちゃめちゃ早稲田大学充実していて、どこの合館とかに行っても必ずワークスペースが用意されてるようになってたりとか、電源のタップが用意されてたりとか仕切りがついてたりとかみたいな感じで、タイプによっても使い分けられるっていうところもあって、特に早稲田周辺にはかなり多くて使いやすい印象ですね。あと食事に関してはもちろん早稲田飯があって、すごく物価上昇にも耐えてこう安値で学生を喜ばせるこう料理を出していただいているので、ちょっと本当にありがたいです。いつもごちそうさまです。ゴンベっていう早稲田の駅前にあるうどん屋さん兼カツ丼とかそういうのが出てくるお店があるんですけど、そこはこう600円ぐらいでうどんとかカツ丼一つプラスちょっとしたこうおこわみたいなやつとかちっちゃいうどんみたいなのがついてくるんで、すごいお得感あって、いつもちょっとそこで行ってお腹いっぱい食べてますね。7号館っていうところがあって、ワークスペースがそこに集中してるところで W スペースって言うんですけど、そこは用途によって使い分けられるワークスペースがいくつもあって、こう会議室型だったりとかテーブルを囲む型とか、なんならお座敷まであって、あとは上の方の階には塾の自習室みたいな横が仕切られてて電源タップがあってみたいな感じのところもいろいろあって、もうこう用途によって使い分けられるので、僕はそこだいぶヘビーユーザーですね。僕商学部なんですけど、商学部はこう学科とかがなくて、他の学部にそういうのあるかもしれないんですけど、学科がない分友達の作り方が結構難しいなというふうに僕は感じていて、1年生の時に急に学部でドンっていう風にスタートしたので、授業ごととかの集まりはあるんですけど、全体でまとまれるホームルームみたいなものなかったので、そこがなくて友達作りにくかったなっていうのは1年生の頃だいぶ思って、ちょっと寂しい思いした期間も、ありましたね。とにかく自分から話しかけてみましょう。例えばこう趣味が同じかもとか、自己紹介とかこう授業でやるタイミングがあるので、そういうので、あ、自分と同じ趣味だなとか思う人とかがいたら、あ、なんちゃら好きなのみたいな感じで聞いてみるといいんじゃないですか。早稲田大学創造理工学部経営システム工学科2年生の斉藤ひときです。所属しているサークルは早稲田大学マーケティング研究会です。95点つけます。今2年生なんですけど、だん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 授業が専門的になってきて面白い知識をいっぱい学べるのでプラスにしました。あと3年生から研究室が始まってどんどんこう専門的になっていくので、期待も込めて95点にしました。オペレーションズリサーチっていう授業があって、いろんな各界にエクセルいじったりとか情報をいろいろいじったりとかする授業があったんですけど、それが毎回結構授業の時間も長いんですけど、その分やれることも多かったので楽しかったかなっていうふうに思います。マイナス5点にした理由は、
まず一重に人数が多すぎて教授に名前を覚えてもらうのが大変で、あと理工のキャンパスと本キャンが離れすぎてるのでちょっと通いづらいなっていうのもあるので5点マイナスにさせていただきました。たくさん質問することもそうですし、授業の課題とかを一個一個丁寧に取り組んで毎回 A プラをもらえるようにしてると名前を覚えてもらえるんじゃないかなっていうふうに思います。多分語学の授業とかは特に顕著なんですけど、先生と仲良くなったりするとそういう評価がいろいろもらえたりとかするかもしれないので、ぜひ頑張ってください。早稲田大学創造理工学部2年です。所属しているサークルはマーケティング研究会になります。95点です。ていうのも自分は理系に進学したんですけど、理工キャンパスが都内にあるっていうのは結構珍しい例なので、やっぱり理系の人からしてみるとそういうアクセスのいいというか都心にあるのがすごく助かるなっていうふうに思います。マイナス5点にした理由は、早稲田の最寄り駅が東西線かで、理工キャンパスだと副都心線になってしまうので、それしかないっていうのがちょっと不便だなって理由でマイナス5点させてもらいました。特にやっぱりサークルとかもやってバイトとかもやって、その選択肢が増える分やっぱりどれだけ自由な時間があるかっていうので、そこをその移動時間に奪われてしまうのってすごくもったいないので、そこがやっぱり近かったりとか自分に対してもその負担が少ないっていうのは大きいと思います。早稲田大学商学部1年です。マーケティング研究会に所属しています。90点をつけます。理由は2つあって、図書館とご飯屋さんですね。僕、図書館を結構大学選ぶときに見ていて、早稲田大学の図書館結構大きくて綺麗なんですね。用意されてる椅子もすごい座りやすい椅子なので、大学の中でもお気に入りのスポットになってます。それで勉強した後にご飯屋さんに行くのが結構好きなんですけれども、早稲田大学の高田馬場方面にも飯田橋方面にもたくさんご飯屋さんあるので、そういう点でプラスの点をつけました。人数がとてつもなく多いんですけれども、その良さをなんか生かしきれなかった1年だったので、ちょっとそういう意味でマイナス10点つけさせていただきました。大学の中だけだとその用意されているイベントというのは少ないと思うので、学外で交流できるイベントを何個か参加してみたり、自分でも企画できそうだったら企画してみたりとかできたらいいなと思ってます。でも僕、大隈庭園をちゃんとは見たことなかったので、そこはすごい驚きました。川に近いものがあったりとか、お昼になるとみんなそこでピクニックしていたりするので、いい場所見つけられたなっていうふうに思ってます。早稲田大学商学部2年です。サークルはマーケティング研究会に所属しています。私は100点をつけたいと思います。その理由は真剣に学べる環境も遊べる環境も整っていると思うからです。まず授業で有名だったりすごく面白い授業を行っている先生が多いので、そういったさまざまな幅広い授業が取れるっていうところと、あと優秀な人も多いのでその方たちから刺激が受けられるってところがとてもいいと思います。あとはサークルが本当に他の大学よりもたくさんの多くのサークルが揃っていると思うので、こうそれぞれの興味とかやりたいことに合わせて自由に選べるっていうところもすごく遊びの環境とかも整っていてとてもいいなっていうふうに思っていますので、とても満足度は高いです。変わったサークル、猫とかを保護するサークルかな、なんかあるって聞いてすごく可愛らしくていいなと思いました。おすすめの授業は科学探究っていう授業です。この授業は毎回授業ごとに実験を行ってレポートを書くっていう授業なんですけれども、それが文系である商学部で取ることができて、文系でありながらもちょっと理系っぽい実験をすることができるっていうのが、ちょっと高校中高の頃に戻ったような気持ちにもなれて、すごく新鮮で楽しい授業だなっていうふうに思います。本日は早稲田大学の学生さんにインタビューしてきました。本日は早稲田生にしか知らないスポットなどリアルな意見が聞けましたね。突然ですが、この動画を見ている早稲田志望の受験生に朗報です。ファストアップ逆転塾では早稲田大学を徹底的に分析し、逆転合格できる効率的なプログラムで、どんな状態の生徒でも逆転合格することが可能です。概要欄からファストアップ逆転塾の無料カウンセリングへ気軽にお問い合わせしてみてください。先着順ですのでお早めに。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。私たちマーケティング研究会は新刊を4月から開催しています。新刊の情報は Twitter や Instagram に載っているのでチェックしてみてください。新刊に来てください。待ってます。逆転合格ならファストアップ。